はい、こんにちは、おーちゃんです。ご視聴していただきありがとうございます。僕のチャンネルでは1975年キャロルラストコンサートを最後に、キャロルが解散した後、あたかも埋めるがごとくメジャーデビューすることになったバイクチームでありながら、バンドもこなし一世風靡をして時代の寵児へと上り詰めたクールスについて動画としてお届けしております。この動画では1977年バンドクールスをリーダー舘ひろしが脱退し、その後キングレコードからトリオレコードに移籍したクールスは、バンド名をクールスロカビリークラブへと改名、水口春之と村山和海のツインボーカル体制で活動を開始。自分たちのスタイルを見つけたグループは、このままクールスらしさを出しながらその地位を確立していくかのように見えた。しかし1979年12月にツインボーカルの一角、水口春之が佐藤秀光とのトラブルが原因でグループを脱退することになる。この時レーベルもポリスターに移籍するのであった。翌年1980年から1981年10月まで約2年間は一人ボーカルとして村山和海が踏ん張ることになるが、限界を感じたリーダー佐藤秀光は考えられない人選をし、メンバーを驚かせることになった。それはスタッフでバンドボーイだった横山健と萩野智明の起用だった。ツインボーカルとなったクールスはそれまでにない力強さを身にまとい、音楽的にもそれまでで一番と言っていいほどの完成度を見せつけることになる。しかしその活動もレコード会社からの、音楽を元の昔のクールスの音楽に戻せという一言で、横山健と萩野智明は俺たちの居場所はクールスにはないと判断、グループを脱退してしまうのであった。その後とんでもない事態がクールスメンバーに襲いかかるのであった。クールス RC から横山健と萩野智明が辞めた後、クールスは空中分解状態になり、活動休止を約9年間虐げられてしまう。この動画ではそんなクールスの中でも予期もせぬ事態に巻き込まれてしまったジェームス藤木ジェームスさんについてお届けします。この動画を見ることでジェームスさんのどん底生活、そして襲いかかる健康の不安、今までベールに包まれていた生活がわかります。なので最後まで見ていただければなと思います。なおこの動画で参照しているのはジェームス藤木自伝です。1984年ポリスターレコードとヤングジャパンとの契約が同時に切れ、クールスはチューブラリン状態になって活動休止を余儀なくされてしまう。しかし契約云々という問題は表面だけの問題であって、クールスのメンバーは個々おのおのバラバラ状態になっていたのである。デビュー当時に抱いていた音楽に対する熱意は消え失せ、バンドよりもそれぞれが関わるビジネス、あるいは生活の方が大事になっていたんだよ。俺だって霞を送って生きていくわけにはいかないので、知り合いに頼んで仕事を紹介してもらい、運送屋で働くことにしたんだ。水道橋にあった運送会社で雇ってもらい、1トン半のトラックを乗るようになり、主に本などの運搬をしていたんだよ。本を運ぶんだけど、その本が重たくて重たくて腰をおかしくしてしまったんだね。でもぶっ倒れるわけにはいかないので、歯を食いしばってなんとかこなしていたよ。配達先で、あれ、クールスのジェームスさんですよね、などと言われることもよくあった。俺は根っからの見た目が外人、騙しようがなかったんだよな、この顔は。
なんとかリズムよく運送会社の生活に慣れ始めた時だった。飲酒運転で捕まってしまい、免許は剥奪。運送会社も辞める羽目になってしまったんだよ。よくよく考えれば、身から出たサビで社会を舐めていた結果だな。俺みたいな丸っきり見た目は外国人はどこも雇ってくれるところはなかった。でも食べていくために必死になって仕事を探し回った結果、見つけた仕事は新宿ワシントンホテルの地下にあったインドカレー屋のバイトだった。カレー屋ならインド人やパキスタン人が働いていたので、俺みたいな外国人丸出しでも大丈夫だった。俺はクールスをやる前にカレー移動販売を企画したこともあったほどのカレー通。そんなことで俺はこのバイトでカレーのイロハを一から叩き込んだんだよ。そして一生懸命が認められて、所沢に新店舗を出す時にそちらに営店ということになり、これからというところだった。しかし体を使いすぎたのか、それともカレー粉を吸い込んだのかが原因で喘息を患ってしまい、そのバイトも1年も続かなくリタイア。その後しばらく失業手当をもらってプー太郎をしていたよ。失業手当って結構もらえるんで助かったことを覚えているよ。当時付き合っていた中野の彼女のアパートにいたんだけど、突然腹が痛くなったんだ。彼女に薬を買ってきてもらい飲んだけど全然良くならない。1日半我慢していた。激痛に油汗を流して耐えていたんだけど、ついに力尽きてタクシーを呼び病院へ。韓国から研修で来ていた医者だったけど、これはすぐに手術ですね。後から聞いたんだけど、盲腸をこじらせてしまい腹膜炎になり、お腹に水が溜まっていて、あと30分遅れていたら間違いなく死んでいたと言われる始末。手術後1週間は入院していた。そして俺を待っていたのが予想だにしない出来事だった。クールスの最終ツアーになった京都での出来事。クールスの熱狂的ファンという女性と一緒に来ていたある女性との再会だった。その女性とはライブの締めで知り合ったんだけど、今度文化服装学院に通学するのと。その時俺は、それじゃあその時は不動産屋でも紹介するよと言っていたんだ。そしたらその彼女から本当に連絡があって再会したんだよ。それから俺たちは付き合うようになって、彼女のお腹には子供ができてしまった。その時は本当に困ったよ。なぜって、彼女は京都の良いところのお嬢様で、親がバンドマン崩れと付き合うなんてダメだ、子供なんてもってのほかだ、結婚は許さんぞと。でも何度も何度も謝りに行って、なんとか許してもらえたんだよ。ちゃんとした式は挙げていないけど、俺は彼女の青春を奪ってしまい、まともな結婚式も挙げてやれていない。だから最低限幸せにだけはしてやらないといけないんだよ。それが今の女房っていうわけさ。そんなある日、佐藤秀光から電話が入ったのさ。ジェームス、今度ケントスでパーティーがあるから、そこで演奏してくれないかと。ケントスはオールディーズを中心に展開するライブレストランだった。元ビレッジシンガーの林豊がプロデュースを手掛け、全国に展開していくことになる。その後はハルオフォンの近田春夫も関わり、全国に30店舗を誇るライブレストランとなる。これがきっかけとなり、全国のケントスライブツアーが始まり、定食に就くことになった。1日の2回公演で俺は演奏をすることになったのだった。収入的にはかなり救われたけど、体力的にはすごくきつかった。飛行機で全国を飛び回る。そして俺は、こんなことをやるために音楽をやってるんじゃないという
生活が約1年続いた。ということで今回はこの辺で失礼します。この動画が良いと思われたならいいねボタンやコメントをいただくと今後の励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おーちゃん。